つゆ焼きそばの冷つゆ焼きそばは青森県黒石の黒焼きそばから派生したご当地グルメ。黒い焼きそばにそばつゆやラーメンスープをかけるのが特徴。太めで平たい太平麺と甘辛いソースが特徴の黒い焼きそばを器に入れそばつゆをかけて最後にたっぷりの揚げ玉とネギを盛り付けて提供される。入れられるつゆにはポピュラーな和風だしベースが基本だが それ以外にもラーメンスープや豚骨スープ、うどんの汁、塩つゆ焼きそばなど、店によっていくつかのバリエーションが存在する。焼きそばの街黒い会での黒い焼きそばの定義、黒い焼きそばの特徴である、太平麺は、やぶや、三福などのものが代表的である。B-1 グランプリ3センチには、やぶやの麺を B-1 グランプリ用に特注したものを使用した。 製麺業者は他にも秋元、駆動製麺所などがある。一度は消え去ってしまった、つゆそばだが、つゆ焼きそばとして、カップ麺の販売を控えた頃から活発化し、ミクシー内で、焼きそばの町黒い会と、黒い焼きそば応援団ブラストが設立され、二つの団体が発足する。お店によって、焼きそばであったり、焼きそばであったりと、様々な表記で表している。焼きそばの町黒い会と、 黒い焼きそば応援団ブラストでは焼きそばで表記している。昭和30年代後半に存在した美饅頭という店にあったつゆそばが元祖とも言われているがはっきりとはしない。多忙だった店員が間違えてラーメンのスープに焼きそばを入れたことが始まりという説もある。美饅頭は宮中大中学校入り口にあり学校帰りのお腹をすかした中高生に 冷めた焼きそばに温かいそばつゆをかけて食べさせていた。当時は、つゆ焼きそばという表現ではなく、つゆそばだった。店には一斗缶に入った揚げ玉が置いてあり、いくらでも好きなだけ入れて食べることができた。元祖つゆ焼きそばは、お食事どころ美容が、商標登録を行っている。黒い焼きそば専門店鈴の屋では、美饅頭の味を再現したと称する、つゆ焼きそばを販売しているほか、 そばつゆが別添となっている、化け焼きそばも販売している、味の店アスカの店主の母親が、当時美饅頭で働いており、現在も店主がその味を継いでいる。焼きそばの町黒い会を主に店主で構成されているが、一般市民、議員も所属、黒井商工会議所を事務局に置き、地元の情報の共有、発信などを行っていたが、現在はない。 黒い焼きそば応援団ブラスト市民で構成されている任意団体。上記の焼きそばの街黒い会とは別の団体である。黒石を応援するというのがモットーである。焼きそば大使には、リンゴ娘とホイドーズ、鉄マンとつゆ、焼きそばんが選ばれている。応援歌には、元祖津軽衆、ロックホイドーズが歌う、ハッピーつゆ焼きそばがある。ゆる、キャラとして、 黒井商業高校の学生が構想を練り、生まれた、キャラクター、つゆやきそばんは、ふるさと戦隊カーイズイックスのリーダーでもあり、現在はつゆやきそばん、もみい、おかみ、よされの横田さん、こけしけこ、ゆきたまさおが趣味に焼きそば応援団ブラストの方で、キャラを具現化されており、日本語統治キャラクター協会にも登録している、エースコックより2007年12月10日に、 青森県黒石名物。つゆ焼きそばとして全国発売された。本製品の発売はミックシーで一般応募されたカップ麺開発オーディションが元となっている。発案者は後に黒い焼きそば応援団ブラストを結成している。日清食品チルドより2010年9月1日より黒い風つゆ焼きそばが発売された。本製品は焼きそばの町黒い会監修のもと。 黒い梅雨焼きそばを再現したものである。現在は、焼きそばの町黒い会と、IB リーグの公式、お土産品が発売中である、地域コミュニティ放送、FM ジャイゴウェイブにて、黒い焼きそば応援団ブラスト団長の晴れ字が、業界初の焼きそば情報 CH が毎週、月曜日の14時より30分間放送されている。AB、コトリップ広崎、津軽、白上山地、秋踏み社、 2017年85ページ ISBN 978から43億9815万3807焼きそばの街黒い会2010年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年12月27日閲覧、A、AB 千葉玲子田村よいちソースと醤油の絶妙なコラボレーションつゆ焼きそば青森原人一原人社インク。 2011年、ISBN9 長7849億530万6139ルルブ青森弘前おいらせ白神山地15 JTB パブリッシング2015年31ページ ISBN 9長7845億3310万826ミクシー公認コミュニティで生まれたつ、ありがとうございます。